皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。マグザットより1992年7月17日に、ファミコン用ソフトとして発売された縦スクロールシューティングゲーム、時期、劣化、を操縦し、圧倒的な数の敵と弾幕を、かいくぐる。画面いっぱいに大量の、弾がばらまかれるようなど華やかな演出が、特徴で、ノーマルゲームのほか、2分間でどれだけスコアを、稼げるか基礎スコアアタック、100番線取るまでの時間を、基礎タイムアタックなどのモードを、搭載している。ストーリー。西暦2302年、人類は銀河系を統一し、銀河連邦政府はアンドロメダ系共和国と同盟を結びつつあったが、トロン星雲からと思われる数番石の宇宙艦隊からの奇襲を受ける。多大な犠牲を出しながら抵抗するも、虚しく敵艦隊は地球へ迫りつつあった。人類の運命は最新鋭巡航戦闘機劣化に託された。ゲームモードはタイトル画面に表示されている3種類各自1種類。ノーマルゲーム、全4面を通して攻略するモード。通称、超劣化。このモードクリア後にあることを、すると、全7面に及ぶ高難易度バージョン、通称、裏劣化、に変化する。スコアアタック、2分間でどれだけスコアを、稼げるかを競うモード。タイムアタック、100番線を、達成するまでのタイムを競うモード。残機アタック、隠しモード。ゲーム開始時点で大量に、所持している残機、50機、をどれだけ減らさずに、クリアできるかを競う。構成はノーマルゲームと変わらないが、すべての敵から打ち返し弾が、発生するようになっており、難易度が飛躍的に上昇している。なお、本作はすべてのモードに制限時間があり、プレイ開始から1時間が、経過すると強制的に、ゲームオーバーになる。スタートボタンでゲームを中断している最中も、時間が経過しているため、長期中断すると勝手に、ゲーム終了となってしまうので、注意。操作、攻撃方法は以下の、通り。十字キーで移動。セレクトボタンを押すと、時期スピードを0、4速の、5段階から任意で切り替えることができる。B ボタンでショット。ショットはボタンを押したままにすると、高速で連射するフルオート式。ショットボタンを押さないでいると、時期前方にプラズマエネルギーが、溜め丸。このエネルギーは敵通常弾を、消す能力があり、エネルギーチャージ中はスコアが、上昇する。防御範囲は見た目以上に、広い。そして、エネルギーが一定以上溜め待った状態で、ショットボタンを押すと、前方にプラズマボンバー、いわゆるボム、を、発射。爆発での広範囲攻撃が、可能。この爆発は攻撃範囲が、限られており全画面に効果は及ぼさないが、全種の敵弾をかき消すため時期は無敵に、近い状態になる。硬い敵やボスとの衝突、ボスのパーツの一部による打撃など、破壊不可能の攻撃、BG、背景、で描画された攻撃は、さすがに防げない。アイテムを入手することで、時期両脇にオプションがつく。オプションはボタンを押すと、サブショットを発射する。こちらもフルオート連射。オプションは敵通常弾を、かき消す効果があるが、攻撃判定はない。
一定数の敵を倒すと、4種類のアイテムが一定の法則に基づいて出現する。バーチ、スコアが上昇する。連続で入手すれば上昇するスコアも増えるが、一つでも取り逃すと初期値に戻ってしまう。ブルーミニット、時期のショット性能がアイテムに書かれたエイジに対応したものに変わる。エイジは一定時間経過するごとに変化する。現在装備しているショットの種類と同じアイテムを入手すれば、ショットが強化される最高3段階が異なる種類のアイテムを入手すると性能が変化するだけで強化はされない。各ショット性能 V、バルカン、初期装備でパワーアップしやすい特徴がある。連射力に優れ、パワーアップにより攻撃範囲が広くなるので、やたら大量に敵が出てくるこのゲームでは非常に頼りになる基本装備。他の STG と比較しても相当な性能だが、パワーアップすると次期ショットの画面表示数限界が悩みの種に。L、レーザー、耐久力のない敵に対し貫通能力を持ち、パワーアップすると敵に向かって一度誘導されるようになる。誘導性能は高くないが、動かなくても大量の敵を倒せるという利点は魅力。他のショットと比較すると、時期の鼻先と側面が手薄なのが難点。B、ブラスター、本作の全装備で最速の連射力を誇り、前方に向かって飛んでいく強力なショット。横方向に弱くなるが、オプションのサブショットを併用すればある程度カバーは可能。だが最大パワーアップすると、4連射になり、時期前方に数ドット分の隙間ができるため、防御は完璧ではない。F、フライヤー、連射力も攻撃力も高くないが、パワーアップすればショットが後方にも発射されるようになる広範囲攻撃装備。正面からのラッシュに少々弱いが、敵が四方八方から出現する本作では、その恩恵を受ける場面は多い。H、ホーミング、優れた誘導性能を持つが、パワーアップしても連射性能と、同時発射数が初期状態から一切強化されないという大きな欠点を持つ極端な装備。敵の多い後半戦では使いにくいが、パワーアップにより単発威力と誘導性能が強化されるため硬い敵や少数の敵に対しては非常に強く、ラスボス戦の切り札になる可能性を秘める。スコアアタックとタイムアタックには登場しない。レッドユニット、時期の横にオプションを1つ装備する、2つまで装備可能。ブルーユニット同様、アイテムに書かれたエイジによって性能が異なり、エイジは一定時間経過するごとに変化する。各オプション性能 F、 斜め前向きのオプションを時期の横に固定。癖のある性能が多いオプションの中ではオーソドックスで、攻術の S を抜けば一番扱いやすい。 B、斜め後ろ向きのオプションを時期の後方に固定。攻撃用としては使いところが限られるものの、後方への防御用と考えればそれなりに優秀。 C、 時期の移動方向の逆向きに配置されるオプションを装備。全方位をカバーできるのは魅力だが、使いこなすには慣れが必要。 R、 時期の周囲を回転するオプションを装備。攻撃にしろ防御にしろ散漫になりがちで使いにくい。 S、敵がいる方向に自動で向くオプションを装備。死角のない攻撃性能が非常に優秀で、基本的にこれだけ使っていれば問題ない。ホーミング同様、スコアアタックとタイムアタックには登場しない。一流 P、 文字通り残機が一つ増える。最大8機まで出現周期は画面内に出現したアイテムの個数に準じるため、プレイヤー次第だが任意での入手が可能。について、激ムズ、最も難しいシューティングと評されることもあるが、無制限ボムを
はじめとするシステムを理解し、このゲーム特有の解放を見つければ十分にクリアを狙える難易度である。動かずボムレンダー、オプコンとして、要所で移動、バリア、ショットを、折り込んでる、という常識と全く逆の、行動が強力。オプションのエスタレ流しで、画面中央でボムレンダーすれば、動かなくてもほぼ問題なく、バリアは防御判定が非常に、広いため敵弾は簡単に、防げる。強烈化であればほぼボムレンダーだけで、クリア可能と言っても過言ではなく、これを覚えるだけで体感難易度はぐっと、下がる。しかし、プラ烈化に限れば話は別で、50分近くになる長丁場を、ほぼ休みなしで乗り越えなければならないため、精神的疲労も相当なもの。特に終盤のステージは敵の、風や攻撃の激しさを増しており、要素は次元が違う難易度となっている。ただし裏劣化は高難度ながら、表面とは、桁違いの物量で敵が、出現する、ことと、アイテム出現周期が、敵破壊数に依存している、ことが、理由で全ステージを通して、1UP が数十個出現する可能性があるため、表面と違うベクトルで、ゲームバランスが取られているとも、考えられる。普通にプレイするだけで余裕で、スコアがカンストするほどの敵、アイテムの、インフレっぷりは必見。評価点。現在の目で見ても古臭さを、感じさせない優れたゲームデザイン。圧倒的な数の敵を倒し、大量のアイテムを獲得していく、爽快感は抜群である。ボスの数も全11種類と、FC シューティングの中でも、トップクラスの多さ。それぞれが個性的な攻撃を仕掛けてくるが、中でもラスボスは凄まじく、ハイテンションな BGM に乗せているようなスピードで画面中を動き回りつつ攻撃を乱射しまくる、というはちゃめちゃっぷり。耐久力は低いが、ラスボスに対し非常に強いホーミング向きで、ノーミスで倒すのはほぼ不可能、と言えるほどの瞬間火力で、プレイヤーに強烈なインパクトを残した。この、異様なテンションのラスボス戦、は、アトニヤカワが手掛けた、バトルガレッカ、でも、踏襲されている。ハイクオリティなグラフィック。毎フレーム全 BG 書き換えによる豪快なボムの、表現、滑らかな多関節を披露するボス、二重ラスタースクロールや、超高速スクロールなど、一見何が起こっているのか、よくわからないが大幅魔力、な演出で、FC では最高峰の表現を、多数実現している。塩田信幸氏による BGM は当時の、FC ソフトとしては異例の、ハードなテクノサウンドで、ほとんどの曲が1ループ4分近い長さの、大作揃い。FC のノイジーな音源が、絶妙にマッチしており、唯一無二のサウンドとして、高い評価を得ている。賛否両論点。難易度が非常に高い。FC とは思えない敵の、物量、スピードがこれでもかと、猛威を振るうためローステージの、時点で常人ではとても、太刀打ちできるようなものではなく、当時は価値が全く理解されずワゴンセール扱いにまでなっていた。残機が無制限になる裏技が、用意されているのが救いか。問題点。スタックロールで、スーパーハードシューティングを、自称するだけのことは、あり。普通の STG の感覚で、プレイするとパワーアップすらままならず、圧倒的物量で押し潰されてしまう。システム理解なくして先に、進むことは決してできない作りである。92年のサマーカーニバルで、完走者霊という記録が、その異常性と、劣な出来を、物語っている。前述通り、ボムを主軸とした立ち回り、や、アイテム出現周期、を、理解すれば難易度は劇的に、変化するものの、それを差し引いても目まぐるしい展開の、速さやパターン重視なゲーム性もあって、やはり出付き硬さは否めない。また、本作のアイテムは左右に大きく揺れながら移動するため、大量に画面上を漂っていると、避け難く、これも難易度を上げる一因となっている。うっかりショット、オプション、アイテムを、取っていらない装備取得、弱体化で、物量に潰されたり、不要なアイテムを避ける、うっかり敵に、当たってしまったり、といった事態が起こりやすいのである。つまるところ、自分以外はすべて敵、FC の表示能力の、限界を超える物量の、代償として、とにかく画面のちらつきが激しい。特に裏劣化は相当なもので、視認性が著しく低下してしまう。
ほとんどのボス戦でスコア表示部分が見えなくなってしまうため、スピードゲージやボムゲージが確認できない。総評、他と一線を画すゲーム性、ちらつきまくる画面、アシッドな BGM、という、癖の塊のような作品。多様なシステムの STG が、存在する現代の目で見てもかなり得意な部類であり、人を選ぶ内容であることは間違いない。とはいえ、グラフィックやサウンド、プログラミングといった技術面では間違いなく、FC トップクラスの品質を、誇っており、現在はハードの限界に、挑戦した意欲作として、再評価する声が多い。また、ゲームシステムや仕様の理解が、大前提、という姿勢は後の、アーケード STG に通ずるものがあり、ある意味では時代を大きく、先取りした作品とも言えるだろう。現在は後述するように、プレミア化しているので、プレイ自体は非常に困難となっている。余談、発売当初は評価が低く、また FC 末期の時期でほとんど注目されていなかったこともあり、未開封100円がワゴンで叩き売られる姿も珍しくなかった。しかし現在は一点、 FC 有数のプレミアソフトとして知られる。ソフトだけ野良状態ですら12,000円以上の値段が付けられており、箱説明書譜であれば40,000を超えるほど。発売当時のファミ通レビューでは、4、4、6、5、と、相当厳しめの点数を、付けられている。一方で当時から本作を、高評価する意見も存在しており、ゲーム雑誌ヒップンスーパー、の、読者レビューに、富山雄一氏、が絶賛の、レビューを送っている。当初ノーマルゲームは、もっと難易度が高かったのだが、あまりにも難しすぎると判断した企画班により難易度が、調整される結果となった。これをフックとしたやかわしが、勝手に入れたのが裏劣化である。テクノ路線の BGM は当初ナグザット側からの、受けが悪く、ボス曲、一般的 STG らしい、劣化らしくない曲、以外ことごとく、ボスにされていた。しかし、作曲者の塩田氏は決して、方向性を変えることなく、初志貫徹で BGM を、作り続け、最終的にはナグザットが、折れる形でゲーム中の、BGM が採用されている。それでも、ボスになった BGM は、これまた裏劣化へ勝手に、入れたという、開発スタッフが、セガのロゴが、表示された後、それが爆発して任天堂の、ロゴが出てくる、という演出を、思いつき、実際にサウンドやプログラムが、制作されたものの、ナグザットに止められてボスになった。裏技のサウンドテストで聴ける SE の、中に、セガ及び任天堂のロゴ表示音っぽい音が、収録されているのはその名残である。が、実は ROM 内部に、プログラムが残っていたことが、判明した。敵や弾を大量に出しすぎたためにどうしてもちらついてしまう、という方向性だけではなく、最初からちらつく前提でいれば、ファミコンのスクリプト限界数以上の、敵や弾を出せる、という発想で、作られている。つまり、極端な言い方をすれば、ちらついていない状態の方がイレギュラーなのである。まず前提として、ファミコンのスプライト表示処理の仕組みの盲点をついた高度かつ特殊な処理、スプライトダブラを組み込み、スプライト同時表示量をファミコンのカタログスペックのおよそ2倍に増やすという反則技を言っているのだが、それでも全く追いついていない。その他、多くのスプライトを複数ワンセットで、高速で交互点滅表示させるなどして、気味的にスプライトを大量に表示させているように見える処理も、細かく言っているが、それでもなおスプライトオーバーによるちらつきが、激しいため、視認性の観点から言えば、完全に収集がつかなくなっている部分が、散見される。移植。2012年12月12日より、3DS のバーチャルコンソールで、配信されていた。配信元はナグザットの親会社である加賀電子。
ほぼ完全移植だが、目に優しくなかった画面の、点滅が軽減されている光霊の、配慮がなされている。他、同ステージ2、剣裏ステージ6の、BGM、HYDE、の、一部パートが本編プレイ中に、正常に再生されないバグが、確認されている。サウンドテストの裏技での、視聴時に箱のバグは発生しない。ファミコンが持つ音源の、DPCM、というチャンネルを、使用したパートの音の再生がうまくいっていないことから、DPCM バグ、と、呼ばれることもある。3DS のバーチャルコンソール本体側の、使用上、電源を再投入する方法が、裏技同然、という欠陥があるので、裏劣化に突入できるプレイヤーは注意。上記の VC 版は残念ながらすでに、終了しており、また現行機での移植もされていないので、新規購入していない方は FC 本体で、プレイするしか手段がない。2024年現在、もし手に出したいという人はもちろん、箱体のあるシューティングを遊びたいという人も、ぜひ自分の目で価格も含めスーパーハードな世界を確かめてほしい。その後、やかわしはこの後、ライジングで、バトルガレッカをはじめとするバトルシリーズや、その後に移籍したケーブで、チューバラシリーズを手掛けることとなるが、相変わらず深いシステム理解なくして、進行不能な内容を連発している。だが、劣化と同じシステムで実質的な後継作にあたる、ピンクスイーツ、チューバラそれから、ゲームバランスの面で再び賛否両論を巻き起こした。概要、ナグザットが言った全国規模の STG 大会、サマーカーニバル、92年度正式タイトルとして、開発された縦 STG。開発担当はきっと、後世ギャルゲーの数をとして、名を知られるキッドの過去作というところで、驚かされるが、当時のキッドは下請けで STG や、アクションを開発することも、多かった。ひたすらに展開が速く、ゲームスピードも速く、そして敵が異常に多い超高速実用っぷりが、特徴。ゲームデザインとプログラムを手掛けたのは、後に、バトルガレッカでその名を、全国のシューティングゲーム愛好家に、知られることとなるやかわ認識。消しゴム意見。確かにこれは興味向けだ。これは、この作品をプレイした時、脳裏をよぎった言葉です。ロー4ステージ、裏7ステージで構成された縦スクロールシューティング。操作系は、十字キーで移動、A ボタンでサブショット、B ボタンでショット、セレクトボタンで速度調節となっており、時期の移動速度が5段階に変化、オート連射の性能も高く、B ボタンに触らないでいると、ダメに入り、光の粒が大きくなったところで、B ボタンを押すとボムで弾数制限なしと。パワーアップなしでも時期の性能は高い。ゲームは、ノーマルモード、タイムアタックモード、スコアアタックモードで構成されており、一度に出現する雑魚の数が多く、弾幕やホーミングあり、スピード感もあってダメ打ちの、暇がない時も多く、雑魚の変態をすべて撃ち落とすと、出現するアイテムで HUP、レーザー、サンウェイショット等に時期の、武装が変化、パワーアップ、弾を消す効果があるボムで、ホーミングや弾幕を打ち消す。こんな具合に作品そのものの、完成度は高く、やられても時期の性能が高く、アイテムも頻繁に出現するため、リカバーも容易で難易度の、高さとの折り合いも取れている。これは、文句なしです。4年間の体験。3DS のバーチャルコンソールで、配信されたのを機にプレイ。それまで本作の存在を、全く知らなかったのですが、購入の決め手となったのは、極めてハイクオリティなグラフィックですね。時期のボムをはじめとした派手なエフェクト、高速スクロール、凄まじい量の敵群など、これでもかというほどビジュアルで、見せつけてくれます。ファミコン末期のソフトは、グラフィックの質が高いものが、多いのですが、本作に関しては次元が、違いますね。
が入っても、その展開の速さや圧倒的物量ゆえに、難度は非常に高かったですね。ゴムが強力な上に難度でも、使えるので、本はそれを連発していればいいのですが、敵が超高速で迫ってくるときは、間に合わないことが多く、ところどころでそれが通用しない場面がありました。一度死ねばパワーアップがなくなる上、復活しても再度ゴムが使える時間よりも、無敵時間が切れる方が早いので、連鎖的に被弾しやすく、立て直すのも地味に困難でした。武器の種類は豊富なのですが、使用に値するものが限られるなど、バランスが悪く、うっかり不要な武器を取ってしまったらしに、直結するのもシビアさに、拍車をかけていました。敵の多さから下手に動き回るのは、危険なのに、出現アイテムが左右に揺れるように動くため避けにくく、適切な装備を維持するのが難しかったです。その癖の強さから、手放しに良作とは言えませんが、非常に速いゲームスピードの中で、尋常ではない量の敵を撃墜していく様は爽快でした。自分にシューティングというジャンルの魅力を教えてくれたゲームなので、思い入れは深いです。今思えばシューティングとしてはかなり異端な内容でしたが、アシカメン2件。総プレイ時間、多分20時間以上やってるはず。良い点、使用回数無制限でシールドとしても、使えるゴム。時期のショットが初期状態でも、浮力残機が増えやすいので、復活しやすい。ボス戦は B ショット1段階目の方が、楽。ダンスミュージック的なノリの、BGM。悪い点、弾幕シューティングと勘違いしている人が、多い。弾幕より敵末という印象が、強いです。プレミア価格のため入手しにくい。使えない武器が多い。V、F、H、B、C、R、総合評価。ファミコン後期を代表する傑作シューティング。難易度は高めながら絶望的というほどではないため、一部例外は、ありますがここは画面下中央付近で、S オプション打っていれば抜けられることが、多いしボスはパターン覚えたら以外になんとかなるやつが、多い、シューティングファンなら一度は挑戦してもらいたいです。東京ゲーマーガール意見。現在、3DS で配信もされてますが、たまたまファミコン版を所有していたので、引っ張り出してプレイしてみました。ちなみに1995年頃北海道にて、ファミコンのワゴンセールで450円くらいで購入しました。ファミコンソフトにしてはグラフィック、サウンドは、つくらい素晴らしい出来ですが、肝心のゲーム内容は個人的にそれほど面白いとは言えないというのが率直な感想です。クソゲーとまでは言いませんけどね。操作性は良い方です。ステージ1から難易度がめちゃめちゃ高くて死にまくり、シューティングの醍醐味である爽快感がほとんど味わえない。ほとんどのプレイヤーはすぐ投げてしまうと思います。私は1分で飽きましたしょう。これハマったとか言ってる人、本当かな？ちょっと信じかたいですけど。このソフトは現在、価格が高騰していますが、ファミコンコレクターの方には、コレクターズアイテムとしておすすめ。これ以上高くならないうちに、ゲットしておくといいと思います。それと、偽物が出回っているそうなので、ご注意を。アバちゃん意見。発売当時すぐ買いました。コーンのような敵襲をド派手に、シューティラス豪快 STG、 グラフィック、サウンド、演出、強レベルを味わえます。発売当時は酷評されてましたが、個人的には神ゲーでしたね。ぶっ飛んだスピードでトリップ感をお楽しみください。よそではそうそう味わえない過激な刺激をぜひどうぞ。